天竺ザメメレクテロービフォーミーズは、軟骨魚工番サイアズナの海分類群で、サメのグループの一つ。七か十三族四十四種を含み、サメの中では、メジロザメメ、ツノザメメに次いで三番目に種数が多い。分布域は、インド太平洋の熱帯から温帯で、例外的に、コモリザメが、大西洋に、海遊性のジンベエザメが、世界中に広く分布する。口は、 目の前方に開く。目に窓か膜がない。目の後ろに噴水孔がある。5体のエラ列のうち、後ろの2から4体は胸びれ元気の髪型か後方にある。棘のない2機の背びれを持つ。尻びれを持つ。小型種から大型種までサイズは多様である。ジンベエザメか唯一の種である。ジンベエザメは全長13.7メートルに達し、サメの原生種としては、 最も大きい。コモリザメか、トラフザメかも、最大全長が3メートルを超える大型種を含む。一方、クラカケザメか、細め天竺ザメか、天竺ザメかは、比較的小型で、1メートル前後かそれ以下である。大オ,オセカは、全長60センチメートル程度の小型種から3メートルの大型種まで含む。ジンベイザメは、表層性で回遊を行い、 動物プランクトンを主食にしている。その他は、基本的に訂生性で、沿岸の旋海に多く生息し、獲物はサメやエイを含む魚類や、甲殻類、等足類、貝類、極秘動物まで多岐にわたる。繁殖形態は耐性から安静。胎性種は胎板を形成せず、細め天竺ザメか、大セか、ジンベイザメか、コモリザメなど多くは栄養を卵黄のから吸収する。 方式を取るが、子宮内の他の卵を食べて成長する卵食型も見られる。クラカケザメか、テンジクザメか、トラーフザメかは乱生である。七かに分かれる。テンジクザメ目のサメが単系統のグループであることが認められたのは、比較的近年になってからのことである。19世紀から20世紀初頭までは、高度に特殊化したジンベイザメは単独のトガに、他のテンジクザメ類は、 トラザメ類と同じトガに分類する考えが主流であった。天竺ザメ類が単系統であることを最初に唱えたのは、レガンでジンベイザメと他の天竺ザメ類を同一の大リバイデ例化としてまとめた。その後、レクテローボーイディア浄化が設定され、天竺ザメ類は複数のトガに細分化されていく。1970年代に入ると、コンポニョが 天軸ザメメレクテロービフォーミーズを認め、その下に7かを置く考えを発表し、ここに示した、ネルソンの分類体系が形成された。クラカケザメかパラシリデー。二族八種。形態は、他の天軸ザメメのいずれのトガとも異なり、むしろメジロザメメのトラザメ類によく似ている。クラカケザメ族は東、シナ海から日本近海まで、パラシリウム族は、 オーストラリア沿岸にのみ分布する。クラカケザメ族に独立したトガを設ける説もあるが、パラシリウムとは、非常に近縁であるため同一のトガに分類される、傾向にある。細目天竺ザメかブレーチェルリデー。一族二種。オーストラリア沿岸海域からのみ知られている。コンポニョが独立のトガとして設定するまでは、オーセカに含められていた。オーセカオハトリバイデー。 三属十二種。カスザメ類のように上下に縦平たした体とカモフラージュのための模様が特徴的なグループである。太平洋西部に分布し、特にオーストラリア周辺海域で多様化している。天竺ザメ科ヘミシリデー。二属十七種。多くが1メートルに満たない小型種で胸びれを使って這うように移動する。モンツキ天竺ザメ族はオーストラリアから ニューギニアの限られた海域でのみ見られるグループで、頭部と胸びれの上部に比較的大きな暗色斑があることが特徴。天竺ザメ族はインド太平洋に広く分布し、そのような模様が見られない。コモリザメかギングリーモストマタイデー。三属四種。ジンベイザメかラインクドンティデーは、ジンベイザメリンクドンチュープスの一属一種。形態、生態のいずれもが際立って、 特徴的である。世界中の熱帯から温帯海域に分布し、海遊を行う。動物プランクトンを露化接触する。トラフザメカステガストマダイデイは非常に特異的なトラフザメステガストマファシエーテムの一属一種のみ認められている。長い尾ひれが特徴で、養魚と生魚で著しく異なる退色パターンを示す。インド太平洋の沿岸海域に分布する。 次のような系統樹が得られている。単美子守ザメは、子守ザメかよりトラフザメかに禁煙という結果が出ている。ありがとうございます。